ね、悪いんですよ本当に。人運としては良くないです。最悪なんです。こんにちは。こんにちは。仕切りがいるかなと。こんにちは。ちょっとこの間ランチ一緒に行った時に、なんかズバリがちょっとバズってるネタがあって、うん、あれってどういうことですかみたいな質問が来たんですよ。うん、それをちゃんと聞いてみましょう。相性の見方がしっかり分かんないってことです。はい、はい、確かにね、これねよくあの人運だけで、まあ、要は人運って水星人と天皇星人の相性どうとか、まあ、その星人の相性だけで見るっていう人多いんですけど、はい、まあ、6星の相性は天運、地運、人運、この3つから見るってことが非常に大事になってくるんですよ。まあ、天運っていうのは今この時期大殺界だっけとか、あの年々変わっていく運気のことがまあ天運ですよ。で、まあ、地運っていうのは、まあ、エトで見る相性って言われてて、自分の星人から見る相手のエトで見る相性っていうのが、まあ、地運ですよね。で、人運っていうのがみんながよくいつも言ってる天皇星人と水星人、天皇星人と土星人どうなんだろうとかいう、まあ、その星人性質で見る相性が人運。天運っていうのはこう年々こうその時期によって変わってくるじゃん。だけど地運っていうのは絶対に揺るがない、変わらないもので、人運っていうのはまあ当然それも変わらないんだけど、まあ、その人の考え方を変えたりとか、まあ、物事の捉え方を変えて接することによって、まあ、変わってくる可能性もあるもの。だ、地運っていうのはもう絶対変わらないものだから、絶対変わらないもの、だからやっぱりそこのベースも見ておく必要がある。その3つをしっかり見るといいですよねっていう。あ、それでちょっとご飯食べた後に手帳で見るといいよって言って、うんうんうん、手帳でちょっと調べてあげたんです、うん、見方とか、はあはあ、もう手帳買ってもらっていいですか手帳がですね、こちらです。2025年版ですね。それは2025年版。はい、うん、え、もらえるんですか。あ、誕生日プレゼントこれにしようかなんでよ。これ本当すごいんですよ。この手帳一冊で全て網羅してますからね、うん、いや、この手帳で結構その飲み会とかが盛り上がるっていう。本当に盛り上がる。この手帳だけで全部その3個見れるんですか。見る、見れますよ。もうこれさえあれば自分の日々の運気から、このページを見せてあげればいい。毎日の、毎日の日々のこの自分の、え、何星人っつって、え、みなみちゃん天運今年何々とか言ってこうドカンドカン本当だみたいな感じで。で、これが星人別の性格とか運気とか、今年と今年の運気とか、ラッキーカラーとか全部書いてある。で、見たいんでしょ今、あと、うん、で、で、あとここに、そう、はい、ここに地運が書かれてる。ここに地運が書いて、えとの相性って書いてある。だから天のところ見たら、で、マイナスから見た大輝くんとか、そう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 。え、大輝くん何星ですか。大輝は、トラ。丸だ丸だえ、なんかちょっとみたいな大丈夫、地運はいいんですよね。地運はいい。で、一応分かりやすくファミリーの相性をちょっとまとめてきたんですよ、うん、なので誰と誰が知りたいかとかちょっとやってみます。やってみますってなんか占いっぽくなってそうだよ。大輝とみな、はい、天皇星人が南でしょ、はい、で火星人が大輝。だ、星人性質はちょっとあんまりね不安定な感じですよね。そうですよね、うん、ベストめっちゃ鑑定めっちゃ鑑定ベストではない感じなんですよ。ただこれ地運がすごいんだよ。お互いにさ財政だからね、大輝からしたら南は感性を刺激してくれる感性を刺激してくれるそういう人なんですね。まあ、貴重な存在、まあ、自分の多分そういうなんかこう固くなな考えとかそういうのを南によってこう変えてくれる、和らげてくれるっていう部分はあるのかもね。まあ、あの人も結構ほらマイペースでさ、そうです、ね、自分みたいなとこあるけど、多分南の言ってることによって喧嘩はしつつもちょっと調和してさ、こう歩み寄る気持ちにはなれる相手なんだよね。だからいつもすごい喧嘩してぶつかってるけど、なんやかんや言ってまとまってるよね。すごい終わんじゃないっていうぐらいの喧嘩してるけど終わるってどういうことですか。いや本当にすごいのよ、まあ、私たちさこれ上下つながってるから、うん、普通より広いお家なはずなのにめっちゃ聞こえてくるのよ、うん、怒鳴り合いってことですか。そう、もう南がわやーみたいになってる。もう大輝の声はほぼ聞こえてくるそれぐらい結構な、ね、頻度で喧嘩してる、うん、喧嘩しない日は奇跡で報告しに来ます、うん、今日喧嘩しなかったんです。そんなくないですか。地運はいいんだけどね、天運がちょっとねっていうのと、すごいこの人たちは時期もありますね。あ、
そういう意味で自分たちがいつ喧嘩しやすいとかっていうのも、うんうん、それが天運の流れでわかる、うん、じゃん。気をつけようとかも大作家だから、うん、まあ、南からする大輝は、まあ、信頼関係を築きたい相手なんで、まあ、素直に自分の心も発信できて良き関係を作りたいという、うん、またそれができる相手でもあるんで、だから今若いうちにどんどんお互いが歩み寄ってる状況なんでしょうね、あの感情のぶつかり合いは。だといいんだけどな。でそれが危ないのが低、これが低迷してる時ですよ。日頃はそれでいいんだけど、例えばお互い大作家が重なる時があるじゃん。それがまさに雷電なんですよ。でここがいつもだったらスルーできてたのにすごい大惨事になるみたいなことがやっぱり気をつけてほしいわけ。だから来年気をつけてよって言ってるんですよ。どんなになっちゃうのって感じですよね。じゃあ来年どうすればいいんですか、 お二人は。まあやっぱりあんまり干渉しないってことでしょうね、うんうん、あとは少しこう冷静になるっていうことを常に心がけるってことや。やっぱ結構思ったことをバッて言うタイプだと思うんで、うんうんうん、まあ、そこをちょっと3回に1回引いてみようとか、うんうん、あとはまあ大輝ももうちょっとね歩み寄る必要はあると思いますよ。じゃあこの動画は大輝くんに見てもらった方がいいってことですね。いや見てほしいですね。結構マイペースですから。だからまあ言うても南を怒らせてるっていうところもまあなきにしもあらずだと思いますけど、うん、わかんないもんね、うん、なかなか女心とかそういうのパパにそっくりなとこあるもん。また悪口ですか。いや悪口じゃないけど。大丈夫ですか。いや本当面白いよ。やっぱ似てるんですか。似てる。カーカー似てるよね。一緒じゃないですか。いやだんだん似てきたね。似てきた。これ大輝くん見ない方がいいです。いや本当小さい時はもう反面教師にするぐらい言ってたの、うん、大輝も。だけどちょっと自分が結婚して同じ状況だったら似てきたよ。似てきた。あーちゃん言ってたもんね、なんかみなみちゃんにはあんな強く言うんだっていうのを初めて知ったっていう。そう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 。だから多分すごい近い関係とか自分が心許すみたいな人には、うんうんうん、ああなるんだなって。許されてるもあんだよ。あ、うん、でもいいこと。いやだからある意味いいことだけど、されてる側からしたらイライラするからね。てかもうそれいつも2人で喋ったら、わかるそこなみたいなとか。同じ火星人の旦那さんも2人で。だけどまあ多分南もその感情的になって言ったりとかっていうことはまああるから、まあそこのぶつかり合いなんでしょうね。大作界だから気をつける、うん、より気をつける、より気をつける。その方がストッパーがあるとちょっと考えるじゃん、うんうん、何もないよりは、うん、こういう時期だからあんまりことを荒げるようなことはやめとこうとか、なんか自分で精度がかかるから、まあ、そういう意味でもリズムを知るっていうのは大事だし、まあ、根底もともとはいいわけだからっていうその知恵が分かってれば、やっぱそういう関係性も築こうという前向きな気持ちにもなるじゃん、はい、だからちょっと頑張ってほしいと思いますね。頑張ります。じゃあみなみちゃん鑑定料後で請求いたします。いやありがとうございます。怖い怖い。あーちゃんは家族の仕方してないから。あーちゃんは誰と気になるの。誰。パパ。いやいや、 いやパパは違うんだ。あパパとは大丈夫そう。あでもなんかすごいね、みーちゃんとはもう最高だよ。いいな、みーちゃんと最高だからなんかいい感じなんじゃない。だって完全にお友達だからね。心配してもらってるもんね、あーちゃん何食べるとか。そうそうそう。どういうこと、どういう場面で。なんか自分がコンビニとか行ってばあばにお菓子買ってもらうでしょ、うんうんうん、でその時に、うん、あーちゃんは何が欲しいってみーちゃんに言われる。逆いつも言ってくれるよね。かわいい。おもちゃ買いに行ってもこれいいじゃん。え嘘でしょ。あーちゃんに勧めてくる。嘘でしょ。え、そういう時あーちゃんどうすんの。あーいや大丈夫。かわいい。でもこの間あーちゃんがいない旅行があったわけ、うん、でそこのお土産屋さんでも、うん、あーちゃんこれ欲しいって言うんじゃないみたいな。かわいい。で自分と同じやつをあーちゃんにも買って、であーちゃんにこれみーたんがあーちゃんにいいんじゃない、うんうん、って言ってたよって言ったら、え、かわいいとか言ってあーちゃんあるんだ。それで翌朝みーたんが、で、あーちゃんあのお土産見たとか言って、見た見た。友達じゃん。友達じゃん。友達じゃん。みなみは天王星人です。はい。ハルトは土星人です。土星人なんですよね。だからまずその星人性質、人運ですね。顔怖くない、顔怖くない。まあ、多分ちょっとハルトはすごいこだわりだったり、まあ、それ理想だったり、うん、はい、まあ、そこを追求しようとするハルトにミナミがちょっとイライラするっていう。そこについてきない。ミナミがなんだ。ミナミがイライラする。あんまりだからこう干渉しすぎたり、そのハルトの考えを追求しすぎるみたいにするとちょっとイライラしちゃうかもしれないね。それが理解できないみたいな。お互いのその価値観っていうのが真逆っていうぐらい違うから、
だからまあハルトからしてもミナミが言ってることが理解できなかったり、まあミナミのそのざっくりしたところにイライラしたりされそう、もっとちゃんとしてみたいな感じになる場面がこの先出てくる。ありえますよ。何歳ぐらいから出てくるんですかね。ミュウとかユアも結構成人らしさがもう出てきてるじゃないですか。まあ、幼稚園ぐらいになっていろいろもね物事が分かって会話できるぐらいになってくると、まあ当然会話できるってことは先にもうそういう思考が入ってるから、そういうものがもしかしたら一つの起こり方によってはハルトからしたら理不尽に感じたりとか。怖っ。クーさんもちゃんとやってから言ってみたいな、そういうちょっと手厳しい意見がハルトは出てくるか。今を楽しもうハルト君とは喋る前に楽しむ、帰ってきたらお帰りと言ってあげて、あとは何も言わないでおこうかな。自暴自棄すごくないですか。ジジババに行ってらっしゃいお帰りしか言わない、行ってらっしゃいお帰り、話しかけてきたら答えるという。でもまあそういう意味でもさ、いろんな人が家にいるから分散されると思うんだよね。子供も自分も発散できる場面、誰かがほらクッション材になってくれるっていうのはすごいいいと思うよね。ずっと私もパパと2人でいたらもう絶対喧嘩ってなってるよね。悪口ですか？うん、ちょっとあの2人の相性をちょっと知りたい。知りたくない？知りたい。これはね悪いんですよ本当に。悪いけどここまでさ続いてるっていうのがすごいんだよね。あ、悪いって知ってるから続いてる、うん、そう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 。まあだからその注意点みたいなものが分かってるから、だからまあ悪いからダメというよりかは、悪いなら悪いなりにじゃあどうしましょうってところが必要じゃん。そこが分かってると、だからうまくいっていいんじゃないかなと思います。全部悪いんですか？あ、まあ点はあれですけど、まあ人運としても良くないですだからそこをちょっと歩み寄りが必要だなっていうことは最初から念頭にあるわけですよ。火星人と木星人ですから。でも私はその一歩引くっていうことができますから、あちらはできませんのでどちらかというとあちらに合わせてあげるっていうことが、それ私の中では必要なんじゃないかなっていうところです。できるだけ合わせてきたつもりです。その中にもちょっと自分の主張を入れながら歩み寄りはしてきたつもりなんですよ。いかがですか？歩み寄られてますか？めっちゃ歩み寄ってる。どうしますかだから自分もめっちゃ歩み寄ってる感があちらはあるっていう。伝わってますか？え、歩み寄られてるのは。あ、まあ、年々伝わってます。最初若い時はダメでした。全然通じませんでした。通じなかったでもそれが、あ、なるほどね、こういう人なのねっていうところで分かるようになると、うん、ちょっと今は引いといた方がいいなとか、そういう感じが、バランスができてくる。え、今年何周年ですか？26か。すごい。これすごい励みになるじゃないですか、皆さん、うん、なんか自分がさ、悪いけど良くすることもできる。自分も私からはいいんだけど、パパからは私が悪い相手だ。最悪、最悪ね、そこすごい言ってる。え、最悪？すごい主張するじゃん。めっちゃ主張する。ほんと顔を映したい。顔を映したい、ね、主張してる。最悪なんです。なんかすごい我慢してる感出してますけど、こちらが我慢してるじゃないですか。うん、それもあると思うよ、やっぱり。面白い。でもこれは多分そのお互いにそういう性質とかそういう相性を分かってたっていうのもあるし、うんうん、まあ多分年齢の差も多少あるんで、うん、まあ、パパがね私の言ってることを真に受けてないって行動してくれたっていうのはあるんじゃないかなと思いますけど、うんうん、いや多分同じようなほらねフィールドで戦い合っちゃうと、うんうん、もっとパーンってイライラしたと思うけど、うんうん、多分自分の方が上だからちょっと我慢してやろうとか、うん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 、そういう形でちょっとバランスも取れてたのかなと思います。年近かったらなおのことうまくいかなかったね、うんうん、自分でも分かってるちゃんと分かってる。人のことだけ責めてません。自分のところも分かってますから、ちゃんと自分のことも理解して相手のことも思ってあげれば長く続くってことですよね。ちゃんとそうです。来年から社長も大作家入るじゃないですか。何か自分にアドバイスっていうか、そういうのあるんですか？自分にアドバイス自分にアドバイス。いや、まず私自分にアドバイスしてるのはもうしてるんだ。もう実はしてた。もうしてる。してた。もう間もなくだから、できるだけその自分の感情は一旦置こうかなっていう感じ。それをまずちょっとぶつけすぎちゃうと相手も不安定なわけだから、
その不安定な人になんかそこを刺すみたいなことになっちゃう、うんうん、だからそれはちょっと控えようかなと思ってます、まあ、あとはちょっと大作会の時にちょっと気が緩むんですうちのパパ。12年前を言いますと、これスイッチ入っちゃうよ、これどう、ちょっとそういう普段しないような試みみたいなのを始まったりとかっていうのがありましたので、ちょっとそこは警戒してますね。ちょっと来年からはそういう意味でちょっとチェックはしていこうかなと思ってます。みなみも同じアドバイスってことだよね、うんうん、はい、めっちゃ勉強になります、うん、魔が差すっていうか、そうそう、気をつけて。で、まあ、こちら相手若いんで、そう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 、可能性はちょっとね、うん、広いですよ。自分の息子で言うのなんですけど、そうそう、可能性は広いですよね。で、やっぱりちょっと、ね、若いもん。うちはもうジジイですから、ちょっとは。いやでも、でも分かりませんか。分かんない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 んですよこれは。だからまあちょっとそういう意味では油断は禁物っていうのもありますね。自分へのアドバイス。自分へのアドバイス。で自分が運気がいいから私の場合はね、うんうんうん、みなみの場合は両方悪いけど、うん、私がいいから自分で忙しくなったり、うん、あんまりこう目をかけてないみたいなことがあると危ないかなっていうのはちょっと自分で心がけ、うんうん、気をつけてチェックしなきゃな。チェック入ります。チェック入ります。来年からは。じゃあこれ手帳をプレゼントするので読んでください。でまだですね、ちょっと PR みたいになっちゃってごめんなさい。この本がスーパーいい本なんですよ、はいはい、回し物じゃないですよ、回し物なんですけど驚くほど人間関係が好転する六星占術。こう見るとあなたの星人から同僚部下上司立場的なところが見えるんです。本当にこれ、これは、うん、これ人運にフォーカスしたやつですね。こちらも、うん、こっちはそれは天運にフォーカスしたやつですね、はい、じゃあお誕生日おめでとう、はい、ありがとうございます。だいぶ過ぎだわ。だいぶ過ぎだよね。お誕生日おめでとう。2ヶ月ぐらいありますよまだ。じゃあ先生おまとめを。はい、まあ、ということですね、要は相性についてお話ししましたけど、天運、地運、人運とこの3つの、ね、相性をチェックするっていうことも大事ですので、皆さんもぜひこの相性を活用してより良い関係を築いていっていただけたらなと思います。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。